ちょっと待ってください。じゃん。あ、待ってください、ちょっと一瞬待ってください。よし、これがさっきワンピース。オッケー、はいはい、オッケーです。400日目です。今日は見てください、こんなのがありました。どうやってなるんだろう。なんか浮いてるくない、頭が。なんか違いますね、きっと。こんな感じですね、イエイえ、なんか頭が長い、コックさんみたいですね。かわいいよな。おはようございます、おはようございます。そう、400日作ったんですよ。あとはハートとパンダもいますね。ここにちっちゃいけど見えますかね。そう、見えるかな。まあ見えると思う。拡大してくださいね。はい、おはよう、おはようございます、おはよう、遊びに来てありがとうございます、おはようございます。そう、あ、コジーさん、何これ、頑張った、ありがとうございます、ありがとうございます。おはよう。コニータン、クマ、ありがとうございます。そう、これも折り紙ですね。すごいよな。あ、今日のんばら行くよ、だって待ってます、ありがとうございます。ありがとう。そうですね、今日は、あ、鉄メガネさん、クマ、ありがとうございます。クマね、あのショールームのクマのやつ、ありがとうございます。はい、気をつけてきてください。今日はね、今日はねっていうか、いつもやけど気をつけてきてください。あとは13日も当たった方は気をつけてきてください。あと15日も気をつけてきてください。どこも気をつけてきてくださいね。はい、おはようございます。うん、おはようございます。教育で待ってますね。頑張ってください、皆さん。そう、あのね、昨日体育があったんですけど、あのさ、ついていけるか心配って言ったやんか。まあついていけたんですけどね、あのなんか組体操みたいなのがちょっとあって、それでなんか標準前の人が見本見せられるって感じだったんですけど、はい、全部アミたちのグループがやらされました。悲しい。そうです。それでなんかね、すごい技することになったんですけど、まず3人が肩を組むんですよ。それの2人の上にみんなが立ち上がって乗るみたいな、ちょっと想像つくかわからないんですけど、まあしゃがむやん、まずしゃがんだ状態で一人が乗って三人が立ち上がるね、一斉に。でその上におる人も立ち上がるっていう、
それの一番上になっちゃってね、めちゃくちゃやばいんですよねそう、やばいんですよね。そう、伝わりますかね。これでわかるかもしれないけど、どうやろ、やばいんです。それで楽しいんですけど、これ公園とかあるからさ、こ体育の授業が全部出れるわけじゃないから申し訳ない、めちゃくちゃ。そう、せっかくでもさ、下に掘っても上に掘ってもできないですよね。そう、組体操ってなくなったんやないか。あー、なんか小学校の時はなくなってました、みんな学校は。うん、タワー、ひろゆきさん、タワーありがとうございます。ありがとう。400日って書いてるこれです。ありがとうございます。イエーイありがとうございます。タワーってください。ガチャ、ありがとうございますね。頑張りますね。また次は500ですかね。100日後って何月ぐらいなんですか。あ、3ヶ月後ですか。でも言うて3ヶ月後ぐらいか。3ヶ月と1週間後ぐらい。わお、おはよう、ありがとうございます。ありがとう。そう、なんとなく伝わりました。よかったです。3人が打って型を組むんです。それでこの背中の上に1人が立って、3人がせーの立ち上がって、でその一番上におる人もやーって感じですね。そうそう、そう、ほんまに申し訳ないよな。ルームス遅くなったけどコメントしてありがとうございます。見ておきます。ちょっとまだね、皆さんのを返しきれてないんです。ちょっと待っててください。はい、お願いします。ちょっとどこまで読んだっけな、どこだっけな、この辺。昔はピラミッドみたいな高い組体操あったけど危険だからなくなってるねって。そうなんですね。なんか小学校の時はね、コロナもあったし危ないとかもあって、なんか全然組体操は全くなかったんですよ。そう、だから結構初めてですね。400日のあのあれもありがとうございます。あ、待って、ムーチョさん、パワーありがとうございます。無音やったわ、ごめんなさい無音か。あら、まあ、どこまで話してたかわからんけど、ムートさんありがとうございます。タワー、あー、タケノコみたい、ね、ひろゆきさんもタワーありがとうございますありがとう今朝ブログ見ました。アミタンはいつコメント読んでるのかな。次の日の朝でも大丈夫かなって。ああ、そうやな、次の日の朝に読むかな。その日はあまり、その日中には見ないです。あの、次の日に見ますね。はい、500日の時はもうクリスマスぐらいかなって。はや、ギリギリ年越してないですかね。ギリギリ9月やから3ヶ月後やから12月の、今日
今日が10日17とかですか、分からんけど。じゃあまだ年越しはしてないですね。小学生で組体操やってた世代ですよって。いいな。でもね、あのね、ほんまになくなったのが結構最近だと思います。多分アミの年代はできなかったけど、アミの何個か上はできてたんですよ。だから最近ですね、なくなったのは多分。おはようございます。そうですね、やっぱ危ないからかな。はい、今日は早退して南原公園行きましょう。ピリハミエアで独占権期待してますって。でもね、楽しみにしててください。やばい、ミュートになっちゃうね、久々やなあれ、ちょっと待って、どこまで、アミちゃんの眉毛好きやって、ありがとうございます。眉毛な、眉毛はアミは結構気になりますね。眉毛どうですかどうですかとかないですかね、別に。そうですよね、目ん玉が痛い、うん、痛い。なんかね、教室すごいほこりいっぱいなんですよ。あ、まあ、みんな動き回るから仕方ないんですけどね。それで目が痛くなりがちですね。仕方ない、ちゃんと掃除をします。アミが、はい、あ、12月19やって100日後はえ、ということは500配信がってことですかね。500日目が、あら、まあすごいわ、うん、ね、すごいな。クリスマス前ですね。わあ、見たん、あ、日賀奈緒さん、クマめっちゃいっぱいの、なんかなんていうんですか、縁取りしてあるクマ、ありがとうございます。ありがとうございますおはよう。500日後は新曲のイベントとかやってるかもって、ああ、31枚目とかってことですか。ちょっと待って、また無音になってたんですけど、もう牛になります、本当にね、ちょっとじゃあそろそろね、1位のひろゆきさんとムーチョさんのお絵かきをしたいと思います。何かいきますかあ、今日のナンバラよろしくです、よろしくです。ちょっと早いけど、今年のクリスマスの予定は何したいですかって。予定か、予定はあまりないですね。アミは何がしたいもないですね。だけどアミのお家は基本いつもは、あのクリスマスはアミのお家は2回パーティーをしますね。まず、あ、いや、2回かな、2回ですね、2回するんですけど、めちゃくちゃ仲のいいお友達がおって、ちっちゃい頃からそのお友達と一緒に、あ、網屋でやってよかった、そのお友達と一緒にハロウィンパーティーとかするんですね。それでその子と一緒にクリスマスパーティーとかもすることが多い
多いっていうか毎年しますね基本。それであとはこの子たちのこともするけど、ママとかパパとか海のお兄ちゃんとか家族だけのクリスマスパーティーもしますね。海のうちはそう、ハロウィンパーティーも大体2回ぐらい。あ、かぶっとなって、ん？待って、どあらま、ちょっと待ってくださいね、見ますね。あ、ひろゆきさんはアミヤの流れ星で、ムーチュさんはアミヤで、どうしたらいいですかね。もうそれでいいですか？変更なしということでいいですかね。そうですね、ケーキは手作り、いや買いますね、うん、はい、買います。ん、変更なしでいいですか？多分大丈夫かな、コメント切れないので。じゃあ書きますね。ちょっと待ってください。開けた。OK。これはお揃いの服を着たアミヤヤです。あんまりあやみちゃんこういう服は着ないかもです。でも、あ、待ってください。こういうにしておきます。じゃん、ドッドグドーン。あ、アミヤヤってわかるやって、ほんまですか、ありがとうございます。じゃあ、はい、チーズ。ん、ありがとうございます。はい、こんな感じでした。じゃあ次はひろゆきさんの書きますね。行きましょう。ちょっと待ってくださいね。もうすぐ書けます。はい、OK。あ、ん？ちょっと待ってください。あれ？ちょっと待って。流れ星ですよね。OK。あ、リボンや、リボン。なんか足りてないと思ったんですよ。かけた、かけちゃいましたよ。
はい、じゃーん、こんな感じですか。どうですか。はい、全身描いたらごちゃごちゃになっちゃった。はい、チーズありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ読んじゃいます。13位、あ、13位、まきまきちゃんありがとうございます。12位、ベリマヨさんありがとうございます。11位、チャンシモさんありがとうございます。10位、日高浩二さんありがとうございます。9位、カニさんありがとうございます。8位、てっちゃんありがとうございます。7位、コニータンありがとうございます。6位、コジさんありがとうございます。5位、鉄メガネさんありがとうございます。4位、コスモライトさんありがとうございます。3位、日賀奈緒さんありがとうございます。2位、ムルさんありがとうございます。そして1位はドゥル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 ルン、ひろゆきさんでした。ありがとうございました。はい、それではね、そろそろ会いたいと思います。はいじゃあナンバラ気をつけてきてください。ありがとうございました。せーの、ひろゆきさん、にぇー、皆さんありがとうございました。400日。じゃあまた明日ね。ありがとうございました。またね。